もう12月、そろそろあれが来る季節か。こんな深刻そうな健康、初めて見た。あれって何が来るんだ？れは冬の時期、空気が乾燥し、気温が下がってきたらやってくるんや。その名もインフルエンザ、ノロウイルス、RS ウイルス、冬に流行する感染症軍団や。健康になりたいか？健康になりたいやつ、全員ついてこい。インフルエンザや新型コロナをはじめとする呼吸器感染症には2種類の感染方法があるねん。一つは咳やくしゃみのしぶきから出るウイルスによって感染する飛沫感染。もう一つはくしゃみの時に覆った手で触ったものを別の人が触って、その人が手で口や鼻を触ることで感染する接触感染があるねん。特に今シーズンは8月下旬からインフルエンザが流行していて、新型コロナと同時に猛威を振るう可能性があるから、より一層注意が必要なんだ。予防するためにはこまめな手洗い、やんな。やってます。めっちゃやってます。そう、水と石鹸を使って丁寧に30秒以上手を洗って、清潔なタオルやペーパーで水分を拭き取る。手の甲や爪の間、手首なんてところは洗い残しが多いから意識して洗ってね。これだけ丁寧に洗えば安心やな。通勤ラッシュなどの人混みや医療機関を受診するときにはマスクをつけようね。咳やくしゃみをするときはしぶきを飛ばさないように、マスクやティッシュ、ハンカチなどで口や鼻を押さえよう。何もしないとしぶきが2メートルも飛ぶから、自分だけでなく周りのためにも咳エチケットを気をつけようね。大変だね。じゃあ僕は暖房をつけたあったかい部屋から出ないようにしとこうっと。ちょっとちょっと、暖房を使うときはこまめな換気も必要なんやから。空気の出入り口を2箇所作って、空気の流れを作ることが大切なんやって。そしてそして、もう一つ怖いのが嘔吐、下痢、腹痛などを引き起こし、みんなを恐怖のどん底に陥れるノロウイルスや。めちゃくちゃしんどいやつだ。ノロウイルスは二枚貝の生食やノロウイルスに感染した人が十分に手を洗わずに調理したものを食べたり、感染した人の糞便や吐瀉物から空気中に舞ったウイルスを吸い込んだりして感染するね。予防方法について説明するよ。食品は中心部を85度から90度で90秒以上十分に加熱してね。トイレの後に調理するとき、食事の前にはしっかり手を洗うこと。手を拭くタオルは清潔なものを使おうね。ドアノブやトイレのノブなど手がよく触れる場所はこまめに消毒、除菌しよう。ノロウイルスはアルコールじゃ効果がないから、汚物の処理をするときはキッチンハイターや家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤を使うこと。気をつけることが多すぎて、難しそう。感染症に負けないためには、普段からの体力づくりが大切やで。1日3食のバランスのいい食事、適度な運動、良質な睡眠。冬の感染症をしっかり予防して元気に冬を乗り越えよう。ほなまた、おおきに。